この前コメントで髪が茹でる前のそうめんみたいと言われました。確かにビリアルさんの開封コーナー。どうも、子供の頃に買えなかったものを今になってめちゃくちゃ買いまくってる35歳です。今日はこちらを開封していきます。 Marvel Overpower Card Game。 ギャンビットさんとヴェノムさんがいるんですけど、戦ったことないような気がするんですけど、アメコミでもアニメでも映画でもでもかっこいい絵ですよね。これ子供の時少し集めてたんですけど、当時一箱買うとかもう想像できなかったですね。オーバーパワーっていうカードシリーズ、確か DC とイメージコミックスのもあったと思うんですけど、一応カードゲームです。ルール知らないけど、95年に出たんですけど、その当時マジック・ザ・ギャザリングがクソ流行ってたんですけど、完全に便乗した感じでこれが出たと思います。では開封していきましょう。いやー、見てください、美しい。これ結構感動的なんですよね。ピリアさん実際パックを買ったことないんですよ。バラで買ったり、アメコミのおまけでついてきたやつしか持ってなかったんで、いやー、10歳の PDR さん多分めちゃめちゃ喜んでると思います。では開封していきましょう。傷つけちゃった、ね、始める前にちょっと不安なことがあるんですよね。実はちょっと前にバリアントコミックスのカードを一箱開封して、めちゃめちゃつまらなすぎてボツになったんで、ちょっと頑張らないと。てかこんな25年前のカードが未開封で買える世の中ってすごいっすよね。もうこんな感じで、こんな感じで売ってたのかな。見えねえし。こういう感じで売ってたみたいですね。結構バリエーションありますね。結構でもないか。アイロンマン、スパイダーマンとウルヴァリンかな。あ、ヒューマントーチもいた。何本かめっちゃあるな。うわ。まずはスパイダーマンから。そっか、カッターを。怖い怖い。ああ、開けて。おお、ドミノ。スパイダーマン来た来た。お、パニッシャー。お、スパイダーマン、スパイダーウーマン、なんだっけ、スーパースクラル、スパイダーウーマン、そしてローグ、あ、そしてこのなんかちょっと、このカードはこう、なんていうんですかね、スベスベしてて、こうちょっと丸っこいんですけど、こういうカードが、ミッションカードが確か、1パックに1枚ついてくんのかな。これ昔持ってましたね、このマキシマムカーネージのディーマーゴブリンなんですけど、このマキシマムカーネージのカードほとんど持ってたような気がしますね。友達とかからもらったりしたと思うんですけど、これは全部揃えたいですね。うわ、マーベルの方がテンション上がるからバリアントつまんなかったのかな。大丈夫、わかんないっすね。おぉ、お、ギャンビット、あ、これ昔持ってた。アイロンマン、スパイダーウーマン、なんだっけこいつ、サイバー、全部なんか全身この辺、アダマンティウム、日本語でなんていうの、アダマンチウムでできてますね。ウルヴァリンの日本語でなんていうかわかんない、ウルヴァリンのクローズと骨が頭悪い。ウルヴァリン、はい、アドマンチュームでできてるウルヴァリンの宿敵でもないか、まあ敵ですね。ストーム、あ、これこのカードが確かヒーローカードっていうやつで、これがないとキャラが使えなかったような気がしますね。ライノ、ストーム、お、カーネージー、カーネージー、お、そしてマキシマムカーネージのミッションカード、ベノム、おお、これ熱いな。ほう、特になんかすごい欲しいやつはないですけど、まあどれも何が出ても別にいいと思います。あ、これも持ってましたね、セイバートゥース。でこれ多分実家に捨てられてなければまだあんのかな。セイバートゥース、これも持ってた。ジェネレーション X のジュビリー、ストーム、これも持ってた。ローグ、これも持ってた。マグジン、え、これ全部昔持ってたやつなんだけど、あ、これは持ってなかった。これも持ってた。マキシマムカーネージのカーネージのミッションカードですね。激アツ。うぅ、違う。誰だっけ、こいつ。センチュリー。こいつなんか、アイアンマンのアニメに出てたかな。フォースワークスの
チームメンバーだけど誰かよくわかんないな。シルバーサーファー、サイロック、髪短くね、サイロックこんな髪短かったことなくね、まあ、いや、ウルバリン、あ、これカードの裏のウルバリンじゃん。そうですね、スパイダーマン、アボミネーション、うん、アボミネーションですね。ハルクの宿敵、宿敵いいの、スパイダーマン、パニッシャー、おお、インフィニティゴンレット、インフィニティウォーのミッションカードですね。サノス、かっこいい。あ、ちなみにこれ、1箱いくらだっけ ?5000 円ぐらいしたと思いますね。ブラックキャット、プロフェッサー X、ホブゴブリン、これ、ジェイソン・マクンデール、ホブゴブリンかな。ワウ、セイバートゥース、なんでピントあんない、ピントヒューマントーチ、ジュビリー、これ X-Men のジュビリーですね。ファンタスティック4のフェン、これ昔持ってました。そしてこれもインフィニティゴン、インフィニティウォー、でもインフィニティゴンレットって書いてありますね。まあインフィニティウォーのミッションカード、シルバーサーフ、かっこいい、ミッションカードやっぱかっこいいな。そして工事がうるさいでござる。聞こえるかわかんない、まあ、大体なんかうるさい、 PDR さんは聞こえるけど皆さんが聞こえるかどうかちょっとわかんないですね。ヒューマントーチ、ヒューマントーチ、お、そう90年、あ、でも SM の格好をした層のカードじゃない、そのカード欲しいな、ちょっと、おみめっちゃ切れてるな、なんか層が取っといたケーキをロキが食べたからブチ切れたみたいな顔してますね。ジュビリーのヒーローカードですね、ジェネレーション X のジュビリーで、ロキ、これロキ、ロキってめっちゃ変わりまくってるんですよ。なんかおっさんになったり、子供になったり、なんかちょっとイケメンになったり、ムキムキになったり。プロフェス、プロフェッサー X、ちょっと変だな。プロフェッサー X、ストーム、そして、お、インフィニティゴンレットのミッションカード。そう、これ、エリック・マスターソン、そうかな。一時そう、別の人になったんですよね。あ、でも、最近まで女性だった、誰だっけ、ジェイン・フォンダがそうだったような気がしますね。まだまだありますぜ、はあ、あ、背中痛い。おっさん背中痛いっす。お、ハルク、かっちょいいな。ピントが合えば。ハルク、ハルク、これ確か、ハルク、頭いいハルクですね。映画でもあったんですけど、ハルクいろいろな人格があって、最初のグレイハルクと暴れまくってる緑のハルクとジョー・フィクセっていう、グレイ、色はグレイだけどもうちょっと理性あるけどなんかちょっとギャングスターっぽい性格のやつがいて、その性格が全部一つに、あとドクター・バナー、その性格が全部一つになってこのハルクになったんですよ。だから普通に喋れるし頭いいけどめっちゃ強い。マグニート、マグニーツ、お、ホブ・ゴブリンの ヒーローカードって、ヒーローカードじゃないよな、ヴィランだからヴィランカードと呼んでおきましょう。ヴェノム、これ昔持ってた、このヴェノム、あの箱のヴェノムですね。リサイクル、リサイクル、ホブゴブリン、パニッシャー、そして逆さの、これはフェイトルアトラクションズっていう、まあ、全部アメコミのイベントのミッションカードですね。フェイトルアトラクションズのストーリーほとんど覚えてないんですけど、ほとんどの人が多分覚えてるのはマグニートがウルバリンの体に入ってるアダマンチウムを全部引っこ抜いた。で、何年かウルバリン、爪って呼ぶのかな、クローズ、爪が骨だったんですよね。ヒューマン、ジョニーストーン、ストーン、お、ジーン・グレイじゃん。ジーン・グレイ、死んだり生き返ったりしまくってるジーン・グレイさんですね。ジュビリー、あ、アポカリプス、なんかちょっとシュッとしてますね、このアポカリプス。そして頭いいハルク、え、これブラックウィドウ、あ、これあれだ、90年代半ばアベンジャーズみんななんかこのダサいジャケット着てたんですよね。あの確か肩に A が入ってて、マジこの頃のアベンジャーズマジしょっぱいんですよね。今アベンジャーズめちゃめちゃ人気ありますけど、この当時は全く人気なかったですね。ストーリーがゴミだったっていうのもありますし、ジーン・グレイ、そしてあ、Fatal Attractions のコロサス、95年これが出たあたり、マーベル今だと考えられないんですが、まあマウス様が所有してるんで倒産しかけたんですよね。だから、まあ、だからかわかん、多分そうだと思うんですよ。だからもう
経営がやばいから、その当時すごい人気あったスパイダーマンと X-Men の映画の版権をソニーとフォックスに売ったんですよね。だからマーベルが映画を作ることになった時にアイロンマンとかその辺のやつしか作れなかったんですよね。でも今クソ人気あるっていう、はい、その当時アイアンマンのアメコミも95年マジクソだったんですよね。そのずっとトニー・スタークだったやつが急に実はずっと悪者だったっていうオチで、タイムマシーンで子供のトニー・スタークを連れ戻してきて、ずっとみんなが愛してきたトニー・スタークが倒されて、その子供トニー・スタークがアイアンマンになった。マジクソ本当この頃のアメコミやばいっすね。ストーリーがもうゴミすぎて、はい、まあ話それま話それたっていうか無駄話しまくってすいません。ローグ、サイクロプス、カーネージかっこいいな。セーバートゥース、どうなってんのこれ。ボロボロ、ジュビリー。おお、ドクオク、かっこいいプロフェ、もうこのジャガーノートみたいなプロフェッサー X ですね。まあ、いとこですよね、確か。セーバートゥース、そして、おお、これだ、アダマンチウムが全部引っこ抜かれてるウルバリン。しかもあれは、これ、おお、アイロンマン。アイロンマン、おお、カーネージかっこいいな、おお、おお、カーネージばっか、ナイトクローラー、コロッサス、うわー、ごっついな、あ、このサ、ソーロン、ソ、サウ、サ、サウロン、サ、こいつ持ってた、サイクロプス、おお、久しぶり、そして、ベイトルアトラクションズのマグニート、これで出たよな、多分、おい、おれ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 。めっちゃあるね。このクソな、この動画クソ長くなりそうだな。見る人いねえなんて言ったら、こんな、クソ長いな。ファンタ、ミスター、誰？ユニバース、チームワークカード、こんなの初めて見た。このシングの顔やばくね？なんか、これ、誰？それじゃない感が半端ないっすね。ワイナー、なぜか。ちょっとパンクロックバンドを始めたラインもですね、ドクター・オクトパスのヒーローカード、またこのよくわからない、なんかかわいそうなブラックウィドウですね、シルバーサーファー、このプロフェッサー X じゃねえよな、レックス・ルーサーにしか見えねえ、シルバーサーファー、サイロック、これもなんか違うな、ヒーローカード、あ、エイジ・オブ・アポカリプスのヒーローカードあるんだ、これダークビーストですね、エイジ・オブ・アポカリプス、それも説明すると長いんで、まあ、皆さんアメコミ読んでください、まあ、要するにアポカリプスが世界を支配した別ユニバースみたいな、結構人気ありましたね。マグニッツ、ホブゴブリン、ギャンビット、ジュビリー、なんだ、おー、このホブゴブリンちょっとかっこいいですね。そして、あ、ウォーマシーンいたんだ、お、ローグのヒーローカードかっちょいい。そして、あ、エイジオブアポカリプス、ホロコースト、これ確かアポカリプスの息子かな。あ、クソ暑いね。ちょっとすいません、エアコンつけます。音が入ったらすいません。ちょっともうやばいっす、死ぬ。ちょっと早いペースで開けていきますね。ちょっと無駄話が多すぎる。お、アークエイ、ちょっとエンジェルに戻りかけたアークエンジェルですね。パニッシャー、オメガレッド、ストーム、ライノ、ナイトクローラー、ライノ、プロフェッサー、あん、なんか言ってるみたいプロフェッサー、おー、エイジオブアポカリプスのアポカリプス、あっつ、激アツ、ミッションカードの方がいいですね。正直カードゲームいつも言ってますけど、カードゲーム、ポケモンカードとか遊戯王カードはあんまりですけど、マジックとか、ま、ちなみに何回も言ってますけど、マジックって食べてみてください。ちょっと人参の味するんですよ、まあ、昔の、今は分かんないですけど、昔のカードに人参の味するんですけどね。こういうカードゲームルール覚えるの、まあ、遊ぶ友達がいないっていうのもあるんですけど、絶対ルール覚えないんですよね、 PDR さん、まあ、PDR さんはカードを見る派ということで、見て楽しむ人間ですね。おお、ガンビット、ガンビット、ドクターオクタプス、オクタプシーギャンビットのヒーローカード、ギャンビット、いやー、エレクトラじゃん。デアデビルって出たっけ、いるかな、ここに。ロッキー、ギャンビット、そしてインフィニティゴンのミッションカード、なんかこのミッションカードの方に力を入れてる感じがしますよね、絵的に。アイロンマン、マグニッツ、ヒューマントーチのヒーローカード、ヒューマントーチ、
あ、これ昔持ってました。ミスターファンタスティック、ロングショット、ミスティック、ロッキー、そしてアダム・ウォーロック、インフィニティ・ゴーンのアダム・ウォーロックですね。アダム・ウォーロックって映画で出てきたっけ？まだ出てきてないと思うな。多分そのうち出てくると思いますね。多分出てくるとしたらガーディアンズとかで出てきそうですね。そういうコズミック系のキャラクターなんで。あ、また出たこの怖いシング。おかしい、なんか何が良くないのか分かんないけど、なんか違うよね。あ、か片言、違うよね。なんで片言になるんだ。はい、先生、このサイロック誰、ね、これ誰が書いたの。これサイロックじゃねえだろ。ちょっと待って、皆さん、これこちらがジムリーさんが書いたサイロックですね。そしてこれがサイロックじゃねえだろ。ミスターファンタスティックサイクロップさん、まあ、絵のクオリティがちょっとおかしいですね。お、ベノム、ベノムはいいです。なんか顔描くのが苦手みたいな。ミスティック、そして、あ、これ昔持ってましたね。インフィニティゴーレのドクタードゥームのミッションカード。エアコンちょっとうるさいですね。あ、もう見てる人いねえだろうな。ここまで見てる人いましたらコメントしないでください。よいしょ。マーベル好きな人だったらちょっと興味あるかもしれないですね。サイクロプス、ドクタードゥーム、セイボトゥース、ロキ、お、ビショップ。このビショップもなんか顔変だな。あ、このジュビリー昔持ってました。このジュビリーは絵は結構良さげな感じですね。お、デッドプールいたんだ。知らなかった。デッドプールのオーバーパワーカード初めて見ましたね。この時のデッドプール、95年だからまだ皆さんが知ってるデッドプールにはなってないと思いますね。なんかロブ・ライフェルドは自分がデッドプールを作ったって言ってるんですけど、まあ、どっちかというとデザインを考えただけで、その性格とかいろいろ皆さんが知ってるデッドプールを作り上げてきたのはジョー・ケリーとエッド・マキニスだっけの97年のシリーズあたりから皆さんが今知ってるデッドプールみたいな感じになったんですけど、それまではなんかデスストロークのパクリみたいな感じでしたね。はい、ロングショット。おー、ガラクタス、今の MCU でガラクタス見たいっすね。これ一大イベントにできますよね。よいしょ。アイロンマン、誰だこれ。ブラディメリー、あ、これ90年代のブラディメリー、こんな感じだったっけ。ミスティック、あ、これいいね。このミスティック、これはいいです。あ、このアポカリプス昔持ってました。おお、これはかっこいいよね。これ誰が描いて、誰が絵描いたか描いてない。ジョー・マッドの絵っぽいですね。アーティストの名前が描いてないのがちょっと残念ですね。みんな同じ人なのかな、描いたの。ミスティック、プロフェッサー X、 ミスティック、そしてファイトアトラクションズのミッションカード、ストームさんですね。あ、ネビュラ、皆さんガーディアンズ見た人だったら知ってますよね。ネビュラさん、ドクタードゥーム、ドクタードゥーム、ドクターオクタプス、ネビュラさん、なんでさんつけてんの。ホブゴブリンのヒーローカード、ヴィランカード、これ出たっけ。なんかデッドプールの欲しいな。ちょっとそれ狙いでいきましょう。ドクターオクタプス、これはスーストーム、エイジオブアポカリプス、あれ、エイジオブアポカリプスにスーストーム出てきた、読んでないかな。そこ結構全部読んだと思ったんだけど、その辺読んでないかもしれない。よいしょ。よし、じゃあデッドプール狙いでいきましょう。なんかあとハルクのヒーローカード欲しいですね。ハルク出たっけ。ハルク出ちゃった。しかもなんでこのハルクなの。お、デッドプール、あ、これ昔も、何言ってんだ。デッドプールのカードの存在知ってたじゃん。まあ、その時デッドプールあんま人気なかったかな。サウロンだったかな、発音が分かんない。ドクターオクタプス、これ出たじゃん。バットマン、あ、違う、サこれバットマンに見えるよね。これサイバーだけど、どう見てもバットマンっていう。そして、おお、何これ、インフェステーション、インスデン、知らないイベントなの。キャプテンアメリカ、なんだこれ。Confront the infested host bodies of the victims of the brood。 あ、ブルードのなんかイベント、覚えてないな、これは。ちょっと、イカれてるキャップですね。よっしゃ、デッドプールのヒーローカードっていうか、そうですね、ヒーローカード狙い。キャプテンアメリカというかあんま出てないよね、ここまで。ブラックキャット、ミスターファンタスティック、ブンバスティック、アイロンマン、またこれ、
ミスターブンバスティック、アークエンジェル、ミスターブンバスティック、そしてニック・フューリー、これはインフェステーション・インセンの ヒーローカードじゃねえんだっけ。なんでもいいや、もう忘れてた。これ行きましょう、バンバン行きますせ、バンバン行きますせ。まだ結構あれ背中が痛いっす。おっさん背中痛いっす。ここもなんか便秘のジョニー・ストームですね。オメガレッド。おー、カーネッジのヒーローカード、いい具合にいかれてますね。これはいいっすね。ブラックキャット、オメガレッド、ジュビリー。あんま似てない。サイロック、あ、ついに、ちょっとサイロックっぽいサイロックが出てきましたね。それでも、ちょっと微妙ですね。マグニッツ。そして、あー、来たー、エイジオブアポカリプスのウェポン X、 ウォルバリンとジーン・グレイ。あー、いいっすねー、いいっすねー。あー、背中痛えよ、おっさん背中。そう、これはクラシックユニフォームの層ですね。ユニフォームっていうか、これはこれ SM 層じゃない、ちょっと層っぽいです。おー、パニッシャーのヒーローカード、パニッシャー、セイバートゥース。お、ウォーマシン、これ以外のカード出てないですね。シルバーサーファー、エレクトロ、そして、あー、キャリオンだ、マキシマムカーネージのキャリオン。おー、マキシマムカーネージも全部揃えたいっすね。あと何パックだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 不吉な13。何がしたいのか、なんかイナバウアーみたいなことをしてるシルバーサーファーですね。プロフェッサー X、 ドね、この顔やばくね、なんかなんだろう、ピザデブキモオタみたいな顔してますよね。まあかすごい偏見ですけど、ピザデブキモオタの絵を描いてくれって言われたら多分これを描きますねすいません。あ、裏のスパイダーマンが出ましたね。ドクター・オクタプッシー、オメガレッド、ローグ、ストーン。このストームちょっとセクシーですね。そして、おお、エイジオブアポカリプスのコロッサス。時間大丈夫かな、電池がなくなっちゃうかもしれない。これウルヴァリン、銃を使ってるウルヴァリンですね。珍しい。サイクロプス、サイクロプス、サイクロプス、デプードクター・ドゥーム、ヒーローカード、ナイトクローラー、このムレッカーでナイトクローラー、ドクター・ドゥーム、そしてビショップ、エイジオブ・アポカリプス。多いな、よいしょ。サウロン・ソーロン、スパイダー・ウーマン、セイバートゥース、スーパースクラル、シング。これも顔以外かっこいいんだけど、ちょっとね、顔どうなってんの、これどうなってるんですか先輩。あ、アポカリプス、シルバーサーファー、アポカリプス、そしてこれなんだ、アナイアレーションエフェのハルク。デッドプールのヒーローカードがなかなか出ないですね。存在するのかも、めっちゃビショップ、ライノ、サイクロプスのヒーローカード、エレクトロ、キャプテンアメリカ、そしてブルードと戦っているパニッシャー。はあ、疲れてきた。開封で何で疲れるの多いと。すげえドヤ顔のギャンビット、ネビュラ、アイロンマン、ホブゴブリン。何のチームカード、うん、これもジョー・マッドが書いたっぽいですね。アイロンマン、あ、ウォーマシン、ジーン・グレイ、そしてアナイレーション・アフェアのドック・サンプソン。デップのヒーローカードください。ローグ、サイクロプス、カーネージー、セイバートゥース、サイクロプス、ドクター・ドゥーム、セイバートゥース、ローキー、そしてアナイ、申し訳ないです、ちょっとカメラのカードがいっぱいになってしまってカメラが止まってしまいました。でちょっとまた余談なんですけど、ここに AG って書いてあったり、何なのか分かんないんですけど、 AI って書いてあったり、ここに
AAV って書いてあるんですけど、マーベルと全く関係ないんですけど、日本に遊びに来た時に、いつだったかな、96年とか97年ぐらいテレビを見てたんですよ、お母さんと。そしたら確かユースケ・サンタマリアの話になってて、ユースケ・サンタマリアが AV 女優と付き合ってる疑惑みたいな感じで、 PDR さんその時日本語ほとんど分からなかったんで、 AV って何、 RV ロボみたいじゃね、 AV って言ったらめちゃめちゃ気まずい空気になったのを覚えて、なんでこんな気まずい空気になったんだろうって当時思ってたっていう話でした。じゃあ回復続けましょう。何言ってんだこいつ。はい。Why now? 誰これ ?Bloody Mary。Rogue。Rogue。Carnage。ちょっとおこなビースト。サイクロプス。ダイノ。そしてこれ出たよね。Annihilation Affair Hulk。すごい。なんかちょっと、イギリスのビロガーみたいな髪型してるハルク。行きましょう。おお、ハルクになるバナー、サウロロロ、ジーン・グレイ、ハルク、スーパースクラル、ジーン・グレイ、デッドプール全然出ないな、アイロンマン、マグニーツ、そして、お、ブルード、かっこいいな、まあ、ブルードは完全にエイリアンのパクリなんですけど、マーベルの世界のエイリアンみたいな。スパイディっていう人いるのかな、日本語で。ピラさん、英語でもスパイディって言わないんですけど。シルバーサーファー、プロフェッサー X、ドクター、ピザデブ、キモータ、ドクター、オクトペス、スパイダーマン、ひどいな、ギャンビット、アイロンマン、スパイダーウーマン、サイバー、そして、お、フェイトアトラクションズの、誰だっけこいつ、X、あ、X です。デッドプールとマキシマムカーネージのミッションカードです。くれ、あとちょっと、シルバーサーファー、このハルクのヒーローカード出せえな。おー、やっぱこのカーネージのヒーローカードはかっこいいな。誰だっけこいつ、センチュリーケーブル、あ、ベノム、なんでソーセージ食ってんの。そして、お、フェイトルアトラクションズのケーブル、ヒューマントーチ、このカード悪くないっすね。ストーム、マグニート、インビジブルウーマン、ティームワーク、おー、これ90年代の、なんかサム・キースが書いたベノムみたいですね。これは好きですね。インビジブルウーマン、スリーブレス、インビジブルウーマン、マグニーツ、そしてまたブルードが出ましたね。あと、2パックですね、これを含めて。ストーム、ビショップ、セイバートゥース、そう。あー、来た！なんで全部赤いの？まあいいや、デッドプールのヒーローカード。よー、最後に来て、来たじゃん、ビショップ。このウルバリンも悪くないっすね。ビショップヒーローカード、そして、おお、インフェステーションインセネットのウルバリンのミッションカード、そして最後はウルバリン。ドクタードゥームヒーローカーズ、お、ちょ、ブラック、あ、これだ、アベンジャーズの A って書いてある、アベンジャーズのダサいチームジャケット、ブラックウィドウ、ローグ、なんかちょっと顔変だな。ベノム、ギャンビット、お、なん最後に来て、なんで2枚出る、デッドブリーオーカード、ホブゴブリン、ナイトクローラー、そして、インフェステーション、インセン、ミッションカード、サイクロプス。すごい楽しかったです。皆さん、こういう動画がもっと見たかったら、ぜひ高評価お願いします。高評価しなくても、多分もっとこういう動画出せます。あと、ニコロデオンのなんかカード買ったんで、多分次、それ開封すると思います。じゃあ。この前コメントで髪が茹でる前のそうめんみたいと言われた。チン、チン。どっから来たんだ今。